それで今15時ですね。製品がねいろいろできてるのかなと思うので、この間作った物流拠点、あそこに製品を投入するっていう作業をねちょっとやってみたいなと思ってるので、これからちょっとそれをやりましょう。あーそうか、フォーク的なやつがいた方がいいな本当はな。どうしようかな。そうね、ちょっととりあえず今回しょうがないな、暫定的にこいつを使うか。んトラック近くない？うわあ、懐スポーンは勘弁してくださいっす。いやあ、いや、こいつだとこの屋根付きのところに積み込むのはだいぶ難しいな。あ、これそもそも3個入んないかもね。ああ、そうだね。2個だね。こうなるとむずいんだよ。ちょっと長さがあって厳しいっすな、このトラクター。やっぱりここはフォークなんだな。かかってんのかなこれ。よし、あれこいつオートロードオートロード好きかよお前オートロード好きだったのかよ。ああ、そうだ、オートロード好きなやつはこう色変えたんだ、忘れてた。まあったく、無駄、普通に積んじゃったよ。別にいいけど。どうしようかな、オートロード好きなんだったら1製品ずついくか。どうもです。一応開けようかな。はい、どうも。あと、なんだっけな、あれだ、衣類はまだ全然数的に
数が出てないと思うんだよね。あーでもいっぱいにはなってるのか。まだキャパ的には全然だもんね。ちょ、ここには出てるけど。そうね、これはじゃあ後でやろうか。とここのやつも本当は運びたいけどね。ここにストレージがあるんだけど、3万か。これもじゃあ運んじゃうか。あ、じゃあこれこそあれだな、2製品あるから、これこそパレットこいつに積むか。ほらほら、こいつはね色変えてないんだよね。こいつはオートロードじゃないやつだから。そうだね、そうなるとあと製品ってあれか、製材所か、あれも入れるか。ここだね。これは積み込むためのローダーはあるんだよね、確かね。ああというかオートロードか。オートロードにしちゃう。ターンオン。うん、どうやって積めばいい。突入するか。これ対応してんのかな。対応してないかもしれない。なるほどね、わかった。じゃあ自力だな。よかろう、積んでやるよ。いやー、中俺のやつ運転むずい。3本はいける？無理じゃない？これ一応聞くけど、ターンオン。すまないよね。はいはい、すまないね。やっぱ2個かな。いや、ギリいけちゃいそうではあるけど、やらん方がいい気がすんな。あ、やばい、これここまでしか下向かないわ。2個だな。2個の3段って感じか。いやー、やばいな、これ絵面がシルバーランフォレスト編と一緒だよ。いやー、中俺めちゃくちゃ運転がむずいな。よいしょ。あ、でもこういう風にこれができるのはいいな。えいえいなるほど、これは便利。えい
あそこの1個はもういいんじゃないか。あーやばい、いいか。いやこれももう乗っけとこうぜ。いやーいやむずいって。いやめちゃくちゃ難しいな。なんか俺は慣れが必要だな。まあでも慣れる前に使わないっていう選択肢を取っちゃいそうだな。今度買い替えよっかな。ターンオフね。はい、でカーテン閉める。よっしゃ行こうか。お疲れ様でーす。まあ一応開けとこうかね。入ったねー。っていうか1列なんだな。なんか積まないんだね上に。オートロードが必要なやつっていうのはもうこれだけかな。オートロードが必要というかそのなんていうの、1製品のやつはちょっとまあ開けっぱにしとくわ。早くも開けっぱにし始めた。よいしょ。じゃあこれはここで置いといて、はい、ここね。この2つも施設なんですよね、このモッドはね。なのでこれをですね、施設じゃないやつに置き換えたいというのもあるので、施設のね上限数をちょっと確保したいというのがあるんで、おおちょちょむずいな。はい OK、 あれ、はい OK。で、カーテンも開ける。で、こいつひたすら積まなきゃいけないんで、あれ？こいつ乗り物ってここいなかったっけ？あ、売ったんだな。そうか、そんで、物流倉庫に置いたフォークに置き換えたんだ。どうしよう。フォーク買ってくる？ちょっと今回だけ JCB でやるか。はい、どうも。どういうふうに積むのがいいんだろうな。やばい。横だと多分2個だね。あー崩れた、最悪。あーしかも転がった、最悪ですね。はいどうも。後ろからの方がいいんじゃないかな。閉める。右前方、右後方、はい、こうだね。
邪魔だな。ちょっと君たち邪魔だな。横だったら3個かな。ちょっと奥に入れるか。いっぱいにはならんだろう。いや、なるかな。一応ちょっと、まあギリ3個いけるか。あれ、あー、もうあれか。マックス出たんだ。あー、高音出るんだね。なるほど。いや、3段無理？いやー、無理かも。そうだね、チーズは無理だな。バターだったらいけんのか。そんなトリッキーなことあるかい。あ、でも奥、あれバターじゃない？無理やり詰め込んだな。ということは、そうだな、横積みで行くのがいいのかな。何個ぐらいあるんだろうな。7個後出てくんのか。いや、出てこねえな、おい。あ、出た。あー、ダメだ、3個いかないんだよ。間違った。こうだ。いやー、持ってよー。はいはい、でこれでもう閉めちゃっていいね。はい、 OK。 じゃあ何かあるんだろうな。3034個出てくるぞ。マジか、こりゃ大変だ。工場からスポーンしたぞ。いやー、重いんだね。もう持てないわこれ。マジか。いやー、しかもあそこもう出てない。わかった、じゃあ4個もあれだな。でここだったらこれ入んじゃない。ああ、こういうことできるんだ。オッケー。オートロードでやった方が圧倒的に速いは速いと思うけどね。まあ実はオートロードじゃなくてわざわざ積んだのは夜にしたかったっていうのはね、実はあるんですよね。ああ、せっかくライトアップしたんだけど
でもこの分だと、ああ入っちゃったわ。この分だと二度とライトアップされたところを使わないんじゃないかっていう懸念があったんでね。でちょっと傾いてるのか。いやーこれは厳しいぜ。OK。 18時か。マジであと何個あんの。あと7個か。これ入れて10個で、あと施設から出てるの入れて11個か。わわ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 わ、暴れてる暴れてる。ちょっとちょっと、落ち着いてください。460540。まあしょうがないな、これは。よし、これで施設が2つ多く使えると思えば安いものだ。あ、これあ、いいか。 OK、カーテン閉める。よっしゃ、こうか。おお、重いな。いや久々だな、こんな大量に手動で積み込んだの。そうでもねえか、シルバーランで結構やってるからな。でもあんまりたくさん持てなかったから時間はかかったね。あのテレハン異様に持てるんだな、そう考えたら。お疲れ様です。カーテン開ける。まあ開けなくてもいいんだけどね。納品です。入ったね。お疲れ様でした。